はい、皆さん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレブンアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回ね、イングリッシュリーグボリューム5。イングリッシュ10まで行くなよと。言いたい。まあでも言うて、前回の動画でも喋った通り、はい、これはもうつなぎなんで、はい、まああの、これがね、悪いってわけではないと思うね。このガチャ自体は。まあ、ただまあ、そのアップデートとか下旬来て、もし C になった時に、しゃかると。いうことで、まあそんなに今切羽詰まって引くかと言われたら、そうだね、なんだろう、本当に目的があって欲しい選手、うん、でなんかそういう、スカット的に強くしたいとか、はい、友達とフレマやるときにこの選手がどうしても必要なんだみたいなときに取っておきたい、あるいはちょっと弱体化するんじゃねえかこいつみたいなのを先に取っておくかっていう感じかなと、なるほど、ね、思うんですけど、今、うん、今の感じで引けば来るんじゃないかなと。まあね、もうだってもしかしたらアップデートで変わるかもしれないし、このガチャって緩いんじゃないのと思って引いていきましょうか、うん、じゃあね、まあ20回そうだね、まあ、おいおいずれるよ多分ね、あれおい、はい、まあ一応イベントの方も、うん、来てて、イベントボーナスの選手が2体よね、エジルとムハンマド・サラーか、あ、はいはいはい、いいだと、まあ、ポケバとか持ってるけど、ムハンマド・サラーはさ、うん、まあ、金からさ、うん、黒に変わったでしょ、 18A から B で、 その時はさ、どう黒使ってみて、おい、早い、やっぱ、やっぱ優しいね、ねえ、バシコイ、これ嬉しいんじゃない、これ55レベか、地味にティボー、だからね、最近ね、ティボー・クルトワよりね、ちょっとノイヤ、うん、とかを、使おうかなみたいな、まあね、まあ、クルタはもちろんすごいんですけど、ただクルタってコンディション程度は6なんで、うん、ちょっとたまに増した向こうにあって、そうするとなんかその GK の替えとかも大切になってきちゃうんで、まあ、ノイアーもいいかなっていう、そうだね、ノイアー飛び出してくれるのがすごいいいなと思ってるんで、ティボクルタはか、めっちゃいいじゃん、いいね、これはもう大当たりですね、マルコスロホね、よく来る、クルトワに至っては、このイベント回るときには入れとくのかな、そうだね、入れる。アクロバティックくらい持ってますね。これもう持ってます。持ってないのかな、18B。はい、持ってないですね。新しくするね。ねえ、さあ、まあ俺サンチェス欲しいけどね。いや結構でも黒、なんか連なったりとかしてるね。優しいんじゃないの、さすがにこれ緩いでしょ。設定緩いで。はい。あ、デフォー。はーい、デフォーねー。もう年35だよ。そうだよね。まだやってるんだね。すげえ。いい選手だよ、ほんとに。ワンタッチシュートね。うん。そうだね、横から流した時にワンタッチシュート結構使えるからね。ワンタッチシュート持ち欲しいからね。今から自分嬉しいんだよ。うん。さあ、銀。はい。エロイテル。はい。結構いろんなことできる。なるほど、まあ、銀にしたらそこまで低くないけど、うん、まあ、あとは俺が欲しいのはね、サンチェスかな、サンチェスだよね、うん、どっちかっていうとやっぱサンチェス、おい、バルバーン、イエー、ヒンナマ、ヒンナマ、クロアレクシス、エーデン、うん、サンチェス、アザール、ズダン、アザールか、アザールこれで45レベルまで来るんだよ、この間もなんか当たって40レベルで、これ45、ちょっと待って、来てる、やべえ、風が吹いてる、伊藤中かり、うん今放牧中ならしいわアザールね、コンディション安定度が5っていうところと、うん、決定力が備えないっていうところ以外は完璧な選手ですね、なんかお前言ってたけど、ちょっとメッシよりも体が強くて、そうそうそう、要はなんか、なんつうのかな、結果的にこねられるみたいな、相手の中に体当たっててもエデル、アザールで、うん、ちょっとこねることができるみたいな、いやー来たねー、いやちょっと待って、これすごいんじゃないか、まあ、しかもチェルシーでクルトワとアザール、ああずれる、横ずれ、ああはい、オースティン、はい、いやー俺はサンチェス欲しいんだよね、いやーすごいいいね、サンチェスって何レベルなの、45、すごい、結構ね、入れたかな、トレーナーで、うん、あれだね、毎日イベントで回ってるやつをコツコツ入れてった、あれだね、そうそうそう、強いよ、いや、強い強い強い、何が強いって、チェイス持ちなんだよな、はい、オスピナ、スーパーもいいですね、まあ、さっき出たしね、クルトは、
クルトってトレーナーした？してない。はい。一応ね、イベントで回らないといけない。アザラ B の方も持ってるんで。あ、はいはいはい。一体。そっちトレーナーしないんで、今回のトレーナーしましたけど。あ、ずれちゃうね、これ。横、ボン！おい！さあ、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 チェフ！チェフ。あ、チェフか。GK 普通の、あ、GK、あれ、ポジション、GK みたいな。そうだね。チェフも結構でもいいキーパーだよね。ただね、コーナー5なんだよね。そうだね。これだけだったらね、だから結構止めるよ。あれ、どうなんだろう。まあ、かなりコストが高い監督だったらいけるけど、なんかその、クルトワとノイアをセットで、要は、こう、どっち、そのベンチどっちかみたいな感じで置いとければ最高なんだけど、かなりコスト食うか。そうだね、2体は食うね。コスト的には食うのか。うん、食って。さあ、これ10連、10連で今3体来ましたよ。しかも結構いい選手ばっか。やーべえ、頼むよ、本当に。いけいけいけ、ゴーゴー、いけいけゴーゴー。サンチェスが欲しいっちゃうの。あい、あ、これずれるな。シャカ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 。お、ザハ、ザハも出たよね。早いんだよね、はい、足が速い。右を左もできて、はい、はいはい、で、コンディションっていうのも6と。もう持ってるよね、トレーナーですね。いやー、ちょっと待って、俺の時どうなる。黒結構来てる、早めに。やっぱこれ緩いな。ゆるゆる、うん、この変わり前だから設定緩くしてる、絶対分かってるんだよな、そういうのも。でも引きすぎて分かってる、ほら。サンチェス見て、ウーボロイ、GK ばっか来る。うわー、バカずれてきてるやん。 GK ばかりやん。ロリさん結構強いんだよね、普通に。6だね。結構いいキーパーだよね、マジで。これは持ってないから言うとけ。確か A は持ってるかな。こっちに新しくしようか。そう、まあでもな、なんか C に変わりそうな気するからな。うん、そこら辺でね。はい、銀。はい、銀。キーパーめっちゃ来るな。マグワイヤさ、ホームラン打ってるのしか知らない。あの、おー、結構強いね。だから、ボーナスがポケバとかデヘアとかが来れば完璧ですね。うん、あと、これ赤桁かな、うん、さあ、確定みたいなのが欲しいな、俺も。はい、金。マティッチ、あ、マティッチ、これいいじゃん。これも一応マティッチ久しぶりに見たな。PSO の最初の方使ってたよね。これもね、あれなんで、あれが低い、うん、多分スピード瞬発で、あ、7だ、7なんだ。持ってきます。マティッチよく使ってたな。 PSO で使ってたね、うん、アプリでは使ってなかったけど。アプリでは使わないね、あんまり。いやー、金が続くよ。はい、初期。え、これ結構強かった。これ強いじゃん。26歳だね。強くない、これ。あー、強いわ。あー、強いな。豪華、豪華。まあいい、はい、これな。うん、これな。はい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 。いやー、これでね、あと1体黒が来てくれればね、最高なんだけど。いや、まあね、雷来ればズラタン・イブラヒモビッチと。そうか、1体だけ。そう、俺ざ。あー、それも、あ、なんだ、何。あー、いや、か、もう、球の速さが結構良かった。はい、そうです。これ見てます、これ見てます。いやー、そこなんだよな。いや、ポグバか、デヘアか、ズラタン。うん、サンチェスがでもいいけどな。はい、あっ、あー、全部黒、全部黒や、全部黒。これ、値打ち高いんじゃない。え、これ全部黒は高いんじゃない。サンチェスじゃない。サンチェス、ドン、ボン、おー、ほう。いや、これいいよ。ポケバで地味なのは35レベルなんだ、ね、しかもボーナス選手でしょ。そう、これめっちゃいいじゃん。あれ、持ってたんだっけ。いや、持ってない、持ってない、持ってない。ポケも持ってない。いや、いいよ、いいよ、いいよ。よし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 。しかも、90だったの、今、うん、相性が。そういうことだね。強いなこいつ。でも俺はいるときます、はい、え、結構まだ、あと1回、何回、166までいける。おお、あと3回いけるんだ。地味に結構いける。サンチェス欲しいんだけどな。結構出るね、これ。出るわ、だけど緩いよ、絶対。これ設定甘めだって。マカサ、あー、マカサね。はい、
うん、コンディションは7だけど、7っていうのは結構魅力だよね、アプリにおいては、うん、本当に6と7で全然違うからな。まあ、ただそう、どっち寄りのみたいなのがあるけど、ね、ね、体感でみたいな。なんか国張りとかの話は結構6寄りのものなんじゃないのと思ったけどね。はい、まあしょうがない、結構いい選手カエルノート、プロレスラーかな。はい、さあラスト、いったれいったれ、今のところ5体か。そうだね、俺3体の、いや、よいしょ、うん、金、うん、金か、ズダン、ダディッチ、ダディッチテレビ屋ですね、サウサプトン、ノール、ノール、はいはいはい、いや、まあ、ということで今回はちょうど20連で、うん、黒が5体、はい、まあ、来たということで。オンの字ですね。うん、結構良かったんじゃないか。うん。アザール、ポグバ、クルトア、ロリス、チェフト。はい。まあ、結構キーパーさって来ちゃったんだけどね。いや、でもよ、いいよ。うん。別に全然。そうだね。ラカゼタとか欲しかったけど。だけど、でもボーナス1人ゲットしたんで、ポグバ。そうだね。あとは、エジル、ポグバ、サラーがいるって感じか。デヘアとラカゼタがちょっといないですけれども。なるほど。まあ、十分ね、イベントも回れていく、うん、いけると思うんで。はい。まあ、こちらね、イベント回って上限アップとかゲットして。そうだね。あとはやっぱり来週だよね。はい。26日。どうなるかというのをね、みんな楽しみながら。はい。待ちたいと思います。ということで、また次回でお会いしましょう。さあ、ボー